さんこんばんは。うさぎ大好き番組うさぎのおめめ、今日はですね第37回目の放送が始まりました。はい。この番組は名古屋 IPTV のバーチャルスタジオから、私原田とみんなのうさぎ先輩お願いします。島さんとでお送りします。いやね、うん、もうたくさんの方が、そうですね、はい、今日はたくさんなんですけど、うん、すいません、お一人ですね、初めての方なのかな、なんてお読みすればいいのかがちょっとわからない。あ、なんてお読みするんですかね。ラスカハンヌすいません、もし振り仮名振っていただけると非常にありがたいんですが、はい、ラスカハンヌさんっていうのかな、間違ってるといけないから ね、はい、ぜひ、はい、お願いします。でですね、ですね、はい、実は先週の放送で、はい、ピーターラビット展の案内をしたと思うんですけれども、私行ってきたんですよ。すごいね、うん、次の日。さすが。ルスカハンヌさん。あ、ルスカハンヌさん、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。うん、行ってきた。そうそうそう、行ってきたんですよ、はいはい。でね、すごいね、良かった。良かったでしょうね。良、うん、かった良かった。なんだっけ、いろんなものがねあって、うん、で、古い、いわゆるなんていうのかな、初版本から、うん、がもちろんその日本の国内でいろんなものをこう、ピーター・ラビット関連のものね、うん、販売してますけれども、そういうものもありましたし、ぬぐるみもね、たくさんあったもんね。ぬぐるみすごくいっぱいあってね、うん、うん、どうしようかと思ってね、買うか買う前かね、迷ってたんだけど、でもやっぱりぬいぐるみ、まあ、本物がいるからいいかなと思って、まあね、我が家には、まあね、うん、でですね、はい、その中でちょっと可愛いなと思ったのでですね、うん、あれ、ここでやるかいいかしら。実はですね、うん、プレゼント、はい、これをですねちょっと買ってきました。こうすればいいのか、一つこんな感じ。これね、 A4 のファイルなんですけど、うん、この、日本に紹介された40周年ということで、今回のその、うん、ピーター・ラビット展が開催されたわけで、それを記念したファイル、クリアファイル、はい、うん、これをですね、3つ実は購入してきましたので、うん、皆さんにちょっとプレゼントしたいなと思って、うん、皆さんじゃないでしょ、あ、皆さんに100名じゃない、100名じゃない、3名の方に、うん、はい、プレゼントしたいなと思いまして、でどういう方法がいいかなと思ったんだけど、うん、まあ、いつも動画をね皆さん投稿してくださるので、はい、来週、うん、動画を投稿してくださった方の中から、うん、くじ引きをして3名様、厳正なるくじ引きをですねさせていただいて、スーパーアミダマシンですか、何マシン、何マシンってアミダじゃない、アミダはちょっと時間がかかっちゃうので、はい、こう箱作って、うんうん、まあ、ティッシュの箱でも何でもいいんだけど、うん、で皆さん動画を送ってくださった方の名前を入れといて、なんかハイテクのやつでね、そう、ハイテクのやつで、はい、ローテクか、はい、それで、まあ、アナログなんですけども、うん、まあ、五島さんに引いてもらうとかしてですね、はい、3名の方にこちらの可愛い動画じゃなくてもいいんだよね、写真でもいいでしょ、いいです、写真でもいいです、うん、もちろん要は投稿してくださった方にね、うん、3名の方に、うん、それぞれお送りしたいなと思っていますので、はいはい、どし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 、そう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 、アミダグリじゃないんですけどね、そうです、前回みたいな感じです、あ、まあまあまあ、そうです、そうです、そうです、はい、ということで、うん、うん、ネタ切れ、そんな大丈夫大丈夫、まだ1週間あるからね、今日から、もうあけみさんには当たらないでしょ、私には当たりませんもうせよそりゃないよ、いくらなんでも、ないない、あのへこみもすごかったもんね、なんかしなかったそう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 、まあそれはありませんので、はい、ご安心くださいませ、はい、ということでですね、はい、どし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 、はい、はい、お送りください。はい。リリルッツさんのこの絵文字、面白い顔文字か。どうぞどうぞ。はい、どうぞどうぞ。はい、お願いします。はい。では次のコーナー行ってみましょうかね。はい。次のコーナーですね。はい、おなじみまんまる動物病院さんのコーナーです。はい。はい、名古屋市の西区にあるまんまる動物病院の山田先生にお話をしていただきました。はい。今日はですね、はい、健康診断について。はいはい。はい。
まずはとりあえず先生の話からですね。うん、そうですね。はい。はい。VTR お願いします。お願いします。あら、なぜ私が。かわいいってやつ。調子が悪くてもそれを隠してしまうような部分があるので、まあ、時期はまちまちですけれども定期的にそういった健康診断を受けていただくことは大事になってくるかと思います。そして正規健診の2つ目の目的としては、今の飼育状況を知るということがあります。今与えている餌ですとか飼われている環境がその子に適したものであるかどうかというのを確認するというのも大事なことになってきます。また定期検診の3つ目の目標としてはうさぎさんをその動物病院に慣れさせるないしは診察を受けて診察を担当していただく獣医さんとのコミュニケーションを図るということも一つの目的になります。いざ病気になってしまった時に動物病院に行くこともできないようなうさぎさんの状態であると診察ができないばかりでなくうまく治療することもできませんし場合によっては通院がストレスになってしまい病気が悪化してしまうこともあるからです。またそのような有事の時に頼りになるような獣医さんを見つけておくというのも飼い主さんにとっては大事なことかと思います。さて実際に定期検診の方法なんですがまず一つ目に問診を行います。当然ですがうさぎさんは自分で自分のことを喋ることはできませんので飼い主さんにいろいろな形でご質問させていただく形になります。名前はもちろん年齢や性別それから、これまでに何かかかった病気があるかないかですかとかそれから飼育の状況それから与えている餌ですとか、こと細かに聞いていくようなことがあります。中にはそのうさぎさんの性格的な部分ですね、ナーバスであったりですとか、抱っこが嫌がるですとか、そういったようなことをお聞きすることもあります。それらの質問をさせていただくことで、ある程度どこが悪かったりですとかという検討をつけていくことがあります。もちろん定期検診ということであればどこか悪いということが分かって連れてこられることばかりではないかと思いますので実際にはその後実際に詳しく見させてもらってそのうさぎさんのことを状況を知っていくという作業に入らさせていただきます。さてでは問診が終わりましたら実際にうさぎさんに触って見させていただくわけなんですけれども目で見て耳で聞いて実際に触って いろんなことでうさぎさんのことを知っていきます。目や耳の異常ですとか体格、まあ、太っている痩せているといったことですね。それから呼吸の状態や調子によって心臓や肺の音などを確認していきますし実際に触れることでお腹の張り具合ですとか胃腸の状態なども確認していきます。さて実際に定期検診ということであればそのように異常なことばかりではないかと思います。若い子であったりですとか健康な個体であればここまでのものでも十分な検査ができるかとは思います。ただ何かその時点で異常が見つかった子ですとかあるいは年齢的な高齢なうさぎさんの場合はさらに踏み込んだ検査をさせていただくことがあります。それが今からお伝えするようなレントゲンやエコーの検査、それから血液検査になります。レントゲン検査の場合は、人でやるように X 線を